6号ではキャビネットの枠組みと畑の囲いを組み立てます。今回付属するパーツです。6号では5号で組み立てたキャビネットの上部を使用します。はじめにキャビネットの下部に接着剤を塗り、背板にはめ込んで接着します。次に棚の側面と背板の段差部に接着剤を塗り、横板をはめ込んで接着します。次に棚、背板、横板の上部に接着剤を塗り、天板をはめ込んで接着します。続けてモール A の溝に接着剤を塗り、天板にはめ込んで接着します。同様にモール B を天板にはめ込んで接着します。これで6号でのキャビネットの組み立ては終了です。次に畑さんの横板の穴に接着剤を塗り、縦板の凸部を差し込んで接着します。続けてもう1枚の縦板と横板も同じように接着し、四角形に組み立てます。次に畑さんのシートの保護フィルムを剥がします。フィルムは両面に貼られています。続けてシートを囲いの中に入れます。同様に畑4も組み立てます。これで6号の組み立ては終了です。Shit.